おはようございます。ピンロクです。じゃあ今日も早速遊戯王カードを運試して開けていきたいと思います。今日はね、競馬のマイルチャンピオンシップがあるということでね、結構な豪華メンバーになってるんですけども、まあこの中でね、グランアレグリアとサリオスはまあ本命に押していこうと思ってるんですが、競馬あるあるでね、消したら来るっていうのがよくあるんですよ。で、僕が迷ってるのがレシステンシア、ラウダシオン、アドマイアマーズ、インディーチャンプ、サウンドキアラなんですけど、まあ、この中で2頭だけ選びたいなと思ってるんですけど、これがね、なかなか甲乙つけがたいんですよね。レシステンシアとインディーチャンプは旧明けですしね、ラウダシオンは安定してるんですけども、この中で、ね、1枚落ちるのかなっていう感じもします。アドマイアマーズはね、前走、5ヶ月休明けの3着、スワンステークス3着でしたけど、勝ったのが勝地だったんでね、それがちょっと気になるんですよね。で、サウンドキアラもそうです。これも前走5ヶ月の休明けで10着、一番人気で10着になりました。それまですごい安定したいい成績だったんですけどね。そうそう、すごい悩みます。レシテンシアも54キロの金量恵まれてますしね。で、インディーチャンプも能力はすごい高い馬なんでね。これはちょっと何を消そうかなと。で、まあ、消すとしたら多分ラウダシオン、アドマヤマズ、インディーチャンプあたりかなと思ってます。そうしたら来ちゃうんですよね。で、それが困るっていうね。まあ、今回はそれぐらい悩むような競馬になってますんで、ちょっとね、面白いレースになってますんで、皆さん、買ってみてはどうでしょうか。ただね、馬券の購入は自己責任でよろしくお願いします。では、早速開けていきたいと思います。このグランアレグリアとね、サリオスがね、多分高いと思うんですが、あと、超快速牝馬 VS、ね、コントレイルに戦力だったら多分負けないだろうサリオスですね。前走の前哨感は本当圧倒なレースでしたね。圧巻なレースか。でした。ただ迷ってるね、レシステンシア、ラウダシオン、この3歳と、去年の NHK のチャンピオンのアドマイアマーズと、去年のね、マイルチャンピオンの連覇がかかってる、インディーチャンプ。でも、重賞戦線ではものすごい強さを発揮したサウンドキアラ。で、サウンドキアラはね、阪神相性いいんですよね。ただね、消すのはすごい悩むんですけども、まあちょっとまだ時間があるんでね、ゆっくり考えていきたいと思います。で、1枚目。はい。まあ安定の運のなさが、だから競馬当てたいんだけどね、この運のなさがもうどうにもならないですよね。これが4枚目。で、ラスト。これが出れば競馬当たるかな？はい。当たんねえ。今日は当たんねえかな。消したやつ来ちゃうかねえ。というわけで、マルチャンピオンシップ皆さん、頑張っていきましょう。じゃあね、バイバイ。